あれこれと操作してると手が足りず、人って欲しくて足まで使う。57577の31文字でデジタルに関する単価を読むデジタル教室単価部です。文字入力はキーボード、操作はマウス、それがパソコンの作業スタイルです。しかしキーボードからマウスへ、そしてマウスからキーボードへ手を移動させるのが面倒だったり、手間がかかってしまうんです。そこで役立つのが、ショートカットキーやアクセラレーターキーになります。できるだけキーボードから手を離さず、いろいろな操作ができるようになりますので、作業効率が大きく向上します。ですが、それでも手が足りないと感じることもあるでしょう。そういう時には、足を使えばいいんです。フットペダルを使用することで、パソコン作業では役に立たない足を役立てることができるんですよ。今回の単価は、画像付きでインスタグラムやツイッターにも投稿しています。またデジタル教室ではアプリやパソコンの使い方などの情報をウェブサイトや YouTube、ポッドキャストで配信していますので、概要欄からアクセスしてみてください。デジタル教室単価部でした。